上町は、兵庫県の北部に位置する町である。三方郡に属し、田島県民局管轄地域の一つ。日本海に面している自然豊かな町。町全域が、山陰海岸、ジオパークに属するほか、町内に、山陰海岸国立公園、氷の山と山なぎ山国定公園の一部を、有する。小白区に源を発しながら、 カスミで日本海に注ぐ八田川が流れる。兵庫県の町では面積が一番広く、町全体が豪雪地帯に指定されている。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると8.13%減の19697人であり、増減率は県下41市町中39位、49。 行政区域中47位。2014年5月8日に日本創生会議人口減少問題検討分科会が発表した2040年人口推計結果で20歳から39歳までの若年女性の減少率が2010年比で63.0%となり消滅可能性都市の一つとされた人口推力色で示したものが 上町の人口である。なお、人口は、国勢調査による、各年10月1日時点のものである。町名は、霞町の、港と、三方町、七海郡三組軍などの、美を合わせたもので、高知県の旧上郡及び合併後の神市とは、一切無関係。三方警察署旧、浜坂、霞警察署町内の霞漁港と、芝山漁港で、 水揚げされる松葉ガニの量の合計は、全国で1位である。また、小白区は、田島牛のふるさとであり、小白区及び、村岡区では、隣接する新温泉町とともに、ただし、馬牛の閉鎖育種が行われている。指定金融機関、田島銀行中心となる駅、霞駅村岡区、小白区とは、洋布市にある、洋歌駅と、全ただしバスの便で結ばれている。 自然豊かな場所にあり、スキー場、海水浴場、温泉などが多くある。田島高原植物園霞海岸田島美保の浦、余部梁陵平山の棚田漁業や田島牛飼育、棚田での稲作などが盛んに行われており、食材が豊富である。ありがとうございます。